はい、こんにちは、こんばんは、駿河です。今日はシューティングプラウドスターを、ミニ四駆のコースで走らせたいと思います。そのついでに、スピードと回転数をね、ちょっと見てみたいなーっていうのがありますので、そちらの方も見てみたいと思います。台形ナローホイールでどこまで走れるか、コースアウトせずに完走できるかっていうのはちょっとやってみたいと思います。そんなにね、回転数変わってないんで、そこまで頑固速いっていうわけでもないとは思うんですけど、それでもちょっとね、一回走らせてみたいと思います。今回は、スピードの測定もしたんですけど、39キロの最高速が出たので、もうちょっとね、スピードをね、磨きたいと思います。それからあとタイヤがコース上で外れてしまい、探すには探したんですけど見つからなかったので、結局このまま使用するっていうわけにもいかないので、こっちのダイヤ台形ナローライトウエイトホイールバレルタイヤ付きっていうタイヤとホイールの両方のセットを買いました。イエーイ。というか思わず出費です。はい。でミニ四駆はよく部品が飛んだりするんで、それが一番嫌ですね。タイヤとホイールの間に瞬間接着剤や両面テープを貼っていきたいかなと思います。で、今日良かったのは、まとめると今日良かったのは最高速度が出たっていうことと、悪かったことがタイヤが飛んでし、コース上でタイヤが飛んでしまったということでした。イエーイ、プラマイゼロだぜ。ということで、以上、ご視聴ありがとうございました。